キロくらいの音楽。今日はこれで勘弁してください。
して一気に参ります。恐れます、こちら通路広いようで狭くなってます。ご覧になる方ロープギリギリまで詰めていただいて、できる限り後ろ車が2台。それでは行きます。ぜひ広い、もう始まっております。トルマリと申しますね。京都から参りました。あ、本当です。拾いますね。どーんとよろしくお願いいたします。あ、お写真です。どうぞ。意外といいショットになります。では参ります。4つから5つ拍手のタイミング、私も気合を入れて参ります。いいよいよっ。こんなにも盛り上がるんですね。嬉しい。さあもう少し派手な技をご覧いただきましょう。派手な技、あ、この道具だとこれが限界です。ちょっと道具を変えさせていただきます。こんな感じのいいやつがあるんです。こんな感じのやつです。それでは参りましょう。よっ。この芸ほとんど盛り上がっておりません。拍手ゼロ。いつものことですのでお気になさらず。こっからです。こっから盛り上がるところ。この2回転よく見てください。ささやかですがちょっとパワーアップでございます。おお、私はすごいと思います。これさらにできました。見ました。今右手です。一瞬です。おー、どう、大丈夫です。見逃した方もう一度よく見て分かりやすくいきましょう。これです。これ、次は分かりやすいです。せーの、おー、背中の後ろも、ちょっと待って、はい、君のために投げました。ありがとうね。背中の後ろ連続でどうか落とす前にどうぞ。よし、はっ。じゃあもうこれ投げたらもうね、メインのショータイム行きましょう。誰ですか、こんなところに枝を置いたの。あ、落ちてきた。皆さん頭上注意です。なんか飾っときましょう。ここさあ4本。よし、さあこれ決めてメインのショータイム。あ、一つだけメインのショータイムなんですけども、見やすい場所がちょっと狭くなります。
よかったらこっから先この辺りからお楽しみください。ここです。この倒れたコップのちょっとで結構です。内側が見える位置、おすすめの観覧スポットとなっております。お嬢ちゃん完璧です。そう、横からだとちょっと分かりづらい芸になりますので、そうですね、あの皆さんこの辺りまで横に詰めてください。そうです、できる限り前にもね寄っておいてください。結構ね遠くからと分かりづらくなりますので、あと可能でしたら、ね、結構です。もう1列2列前の方しゃがんでいただけますと後ろの方が見やすくなりますので、ただですね、お膝の悪い方とかは絶対無理しないでください。可能な範囲で結構でございます。すいません、ご協力ありがとうございます。よいしょ、それでは、ね、行きましょうか。よいしょ、これやってメインのショータイムでございますが、まあ、せっかく出しました。ちょっとだけおまけです。あ、おまけですのでつまらない技ではございますが、やらないよりはやった方がマシ。ご堪能ください。パー意外と盛り上がるもんなんです。これが人の温かさというもの。もうちょっと頑張ります。あ、すごいですか、よかった。私もやればできるんです。じゃあもうちょっと頑張ってみましょうか。一番難しい技も全部投げてキャッチ、名付けてシャカシャカストン。あ、こういうのお好きですか。あ、ちなみにこれシャカシャカです。スポン、よいしょ。さあこれ投げてメインのショータイムです。ただせっかくです、私ももう一肌脱がせていただきます。5本です。それでは行きましょう、これで気持ちよくねメインのショータイム参りましょう。なんですかこのそよ風。あ、こっちは眩しいし。これ緑は緑で投げづらいし。やってみてください。この黒、あ、面白いですか。よし、あ、この環境です。あまり長く続きません。早すぎです。浮いた瞬間もう投げたらすぐに終わります。無理かも。よし、根性です。あ、前祝いありがとう。せーの。おお、結構綺麗に飛んでおります。これ終われるかどうかなんです。そうそう、それではお待たせをいたしました。いよいよです、メインのショータイム、ご堪能くださいませ。ミュージックチェンジ。自分で変えます。よいしょ。いたします。本当に気がつけば大勢のお客様に集まっていただきました。ざっと数えて
375名。ああ夢は壊さないでください。ただ嬉しい悲鳴です。できる限りね、ちょっと通路狭くなってきました。立ち見の方もうちょっと前に詰めていただいて、目安として車が2台くらい通れるスペースを後ろに開けてください。すいません、ありがとうございます。あと横の方もよかったらロープギリギリまで来ていただけますと迫力が伝わりますね。よかったらロープのところまで。あ、外人の方も、ハロー、プリーズカムヒア。通じました。Thank you very much。 こう見えて英検3級です。それでは行きましょう。なんか外国の方も集まっていただきました。ちょっともう一個だけおまけ、あのこれでお気に入りの技があるんです。これをご堪能いただきましょう。2個使います。じゃあこの2個の技で一度皆様全員でこう、うわー、盛大な拍手をよろしくお願いいたします。まず1個。ちなみに1個だとこんなことができます。せーの、よっしょ、よっ。おお。さあ2個です。回しましょう。回ってるよ。すごいでしょう。もっとすごいことが起こっております。拍手がゼロです。あ、ここ自由参加ですので。さあ何をやるかと申しますと、2個のコマがぐるぐると回っております。この中に私のこの足を入れます。技の名前、その名も足。そう、入った瞬間が拍手のポイントでございます。そうです、入った瞬間速やかによろしくお願いいたします。それでは張り切って、せーの、ほっ。あ、まあまあまあ、まだまだです、まだです。入った瞬間、もう入ってます。盛り下がりました。これじゃあメインのショータイムいけません。もう一回チャンスをください。ズボッといきます。もう十分入ってたんですが、いきますよ。せー、カラスうるさい。せーの、よ、よいしょ。そんな予感がいたします。あの、悲しいお知らせです。やること全部一緒でございます。大丈夫かな。あ、拍手ゼロ。あ、原因は明らかです。今失敗したからです。大丈夫です、そのためのこんだけです。不安。お、頑張れ私。よし、あと、あ、皆様なぜですか。なぜ今の声が一番大きかったんですか。低い。ガタガタ。笑い事じゃないです。もうこれ許されるなら、許されるなら、はぁー。え、よろしいんですか。今のは軽い冗談です。もうせっかくです、拾いましょう。よし、いっ、よー、ここからは3つです。あ、これは誰でもできます。挟むだけです。こっからが匠の技。まだまだ、あっ、次ご注目よっ。
あ、ちょっと待って。あはなしでお願いします。ほっ、よいしょ、これスピードアップ、いけるかな、きたー、もっともっと拍手を。色を変えます。伝わりますか、この難しさ。さらに難しく、おー、スペシャルを一つ。あ、ちょっと待ってね。これは気にしないでください。やりたい。よっしゃ、決まるかな。よいしょ、よっ、おー。今のは技の説明です。一回転キャッチ、飛び散る汗もお楽しみください。ここまでは飛びませんから。おお、あ、2回は行かませんでした。変わりましょう。よです。投げて回ってキャッチ、見たいですか。ですよね、ですよね。やらせていただきましょう。全部いきます。こちらキャッチの瞬間。